ヒロイン、松田デミオ、ピンクのデミオ出た。この浴衣を選ばれた理由とかはあるんですか？そうです。うん、こちらにあります、はい、スターダストデミオ、はい、本日発売なんですけれども、うん、発売の記念として、はい、私の浴衣も合わせてきました。この可愛らしいデミオ、はい、こちらのピンクもとっても素敵ですよね。そうですね、うん、こちらのピンクを初めて見た時に、はい、すごく可愛いなと思っていて、うん、私はピンクが大好きなんですけれども、はい、なんかこう星屑を散りばめたようなキラキラ感とか、うん、クールな感じ、可愛い感じがすごくミックスされているので、はい、スターダストピンクという名前を命名しました。はい、今日は何の日か、もう周りを見ればねちょっとわかるかなと思うんですが、はい、ご存知ですよね。はい、今日は7月7日七夕ですよね。そうです、はい、美咲さんも願い事とかってやっぱり書いたりしますよね。はい、私も書きましたよ。そうですか。それではぜひその願い事も披露していただきたいと思うんですが、よろしいですか？私もこの今日発売になりましたスターダストピンクのデミオに乗って大好きな人とドライブに行きたいなっていう感じですかね。はい、あら、はい、大好きな人とドライブですか。大好きな人気になっちゃいますけれどもね。そうですね、はい、今は友達、うん、女の子の友達と海になんか行きたいですね、はい、夏ですからね。そうですよね、もうこれから夏本番やってきますからね、はい、ファンの皆様に一言お願いいたします。今日は七夕ということで、皆さんが幸せなね一日を過ごせるように祈っております。はい、それから今日発売になりましたスターダストピンク、はい、愛情を持って皆さんに乗っていただけたらいいなと思っています。先ほど短冊には、はい、ね、なんて書きましたっけ？大好きな人とドライブに行きたいな、ね、夢ですね。夢、はい、ハートも書いてありましたね。そうですね、ハートもね、大好きな人、はい、今はいないんですけどね、はい、じゃあ未来の彼、例えばこのピンクのデミオに一緒に乗る未来の彼、どんなタイプの、どんな方ですか？こう想像する。そうですね、なんか自然にできればいいかなっていう感じで。仮に彼ができたとして、うん、このピンクのデミオでまず最初に行きたいところ、ドライブに行きたいところどこでしょう？やっぱり海かな。はい、あとは星が見えるような山とかいいですよね。ドラマで共演でしていらっしゃる彼も素敵ですけど、相方はどうですか、タイプとしては？そうですね、すごく男らしくて素敵な方ですけど、どうでしょう、ゆくゆくお隣に乗せるなんてことはありえませんね。ありえません。彦星様と織姫様、今日はお天気ちょっとあいにくかなと思うんですが、はい、ねえ、美咲さん遠距離恋愛の経験なんてのは？はい、ありますよ。いつ頃、どれぐらいの距離だったんですか、それは？いつでしょう、遊びました。学生時代の時かな。高校、大学生、大学時代、はい、どれぐらいの距離ですか？福島と大阪と、その頃の彼と、分とかこう楽しかった思い出とか寂しかった思い出ってあります？こう、まあいろんな思い出がありますよね。やっぱり会えないことって寂しいですか？今日はちょっと姫様と彦星さん難しそうでしたけど、まあでもね、今は電話とかメールがありますし、離れてても一つみたいな。そのくらいでもなかったですか、メールとかが？それほどは。そうですね、まあポケットベルみたいな感じ。ちょっと懐かしい響きですよね、ポケベル。あ、ポケベルでじゃあ、はい、いや、どれぐらい続いたんですか？1年ぐらい、まあ3年ぐらいかな。結構長かったですね。でももう彼は結婚してますので、今は全然クリーンな、はい、そうなんですね、はい、じゃあ結構もうあれなんですね、一途なタイプ的には。そうですね、はい、デミオの PR、テレビの方に向かってお願いいたします、はい。本日発売になりますスターダストピンクのデミオ、皆さんぜひ乗ってください。